アベル・ヤンス・ゾーン・タスマンはオランダの探検家。特にオランダ東インド会社の下で行った1642年と1644年の航海が有名である。1643年には現在のタスマニア島とニュージーランド、フィジーへ到達した最初のヨーロッパ人となった。1628年の世界地図。新たに発見されたニューホラントは メガラニカの一部と思われていた。1603年、フロー人間州の小さな村であるルチャガストで生まれる。1633年に、オランダ東インド会社への勤務で、バタビアへ赴任。4年後に、アムステルダムへ帰国後、さら1 0年の契約で妻とバタビアへ再赴任した。1639年に、マティス・クワストの指揮する北、太平洋の探検に副官として参加し、 船団のうちの一つの船を指揮した。この航海は当時噂となっていた日本の東海上にあると言われた金と銀に恵まれた二つの島の探索であった。この航海では出島へも寄港し、北は北海道南端あたり、東は日付変更線あたりまでを探索し、7月21日には小笠原諸島の父島と母島を最初に冒険したヨーロッパ人となっている。 1642年にオランダ東インド会社の指示により、当時未確認であったテラ・アウストラリスの海岸線の探検に出ることになる。貿易風赤、1642から43年の航路青、1644年の航路1644年のオーストラリア地図。中央下にタスマニアの南岸、右下にニュージーランドの西岸が記載されている。 テラウストラリスの記述が右半分にある。16世紀後半にはオランダによって、現在のオーストラリアの西海岸が発見されており、ニューホラントと名付けられていたが、そこがテラウストラリスという大陸であるかという調査を、オランダ東インド会社によって依頼された。最初はモーリシャスへと航海し1642年9月5日に到着した。当地での船の修復。 船員の休養、補給の後10月8日に、モーリシャスから出発した。11月24日に、現在のタスマニアの西海岸に到達し、オランダ東インド会社総督の名前、アントニオ・バン・ディーメンにちなんで、アン・サナイ・バン・ディーメン・ソラントと命名した。1856年には、イギリスにより発見者タスマンにちなみタスマニア島と改名された。調査の後に、 タスマニア島から北上しようとしたが風に恵まれず、東へ進路を取った。そのため、オーストラリア大陸を見逃してしまった。そのまま東へ航行し、12月13日にニュージーランドの南東に到達。タスマンはこの島は南米南端のスター天島の一部と推定し、シュタットン南ントと命名した。その後、北へ進路を取る。ニュージーランドでは、 水や食料の補給中に、マオリ族と争いになり、船員4名と数名のマオリ族の死者が出ている。その場所を、マーデラースワンと命名し、さらに北に航行したが、クック海峡を、ただのワンと間違え、ゼーハインワンと命名した。ニュージーランドの南北両島が一つの島であると、信じていた。バタビアへの帰路、1643年1月20日に、トンガへ。 その後フィジーへ到達し、ニューギニアの北岸を精神し6月15日にバタビアへ戻った。ニュージーランド航海の目印として名付けた名前は現在も残っており、マリア・バンディーメン・ミサキやスリー・キングズ諸島等がある。2回目の航海は1644年に行われ、ニューギニアの東から南海岸へと回り、ニューギニアとオーストラリアの間のトレス海峡を回り、 オーストラリア北海岸に沿って航海しかし、この航海では、有益な大陸や島は発見できず、この後、オーストラリア南東のタスマニアやニュージーランドあたりへは、ジェームズ・クックによる発見まで一世紀以上、本格的な航海は行われなかった。1644年には、オランダ東インド会社より、バタビアの司法局のメンバーに選ばれた。1646年に、 スマトラを訪れ、1647年には、サイアムの王へ会社からの手紙を届けている。1648年には、マニラ近海の銀を輸送中のスペイン船のダホに、向かうが成功しなかった。1649年には、裁判を経ず、部下を処刑したとして、有罪となり、罰金と資格剥奪となるが1651年には、復職し、バタビアでの王子主として、 生涯を終える。ありがとうございます。